はい、今回はですね、石川県の金沢市にやってきました、はい、金沢といえば、はい、ジブニとか、ハスムシ、っていうのがあるんですけども、今の季節ね、香箱ガニがあって、チョキチョキね、はい、なんかそれをちょっと味わいに行きたいなということで、はい、行ってみたいと思います、はい、行ってみます。じゃん、うまい棒長八、行ってみましょう。地酒だからね、これを頼みましょう。よし、石川伝統料理の加賀蓮根ハスムシ香箱ガニ、ほう、行ってみましょう。おー、すごいね、行きます。面白いね、こうなってんだ。いっぱい、まあ言うたら島田さんは、島田さんは富山で追い上げた、よく冷えてて美味しいね、まあ、甘い、竹の匂いがして、ね、うん、美味しいです。うわすごいね、すごい、うまそう。すごい、じゃあいただきます。いや俺はあのやっぱり味が濃いで、ね、ちょっと酸っぱくて甘酸っぱくて美味しい。あ、うん、これすごい、おお、下にこんな、あ、すごい、うん、食べてみます。うん、うん、これね、ちょっとこの辺食べてみよう。合う。これまたすごいね、卵、卵、へえ、すごいね、シャキシャキしてる、わあ、すごい、味が濃そう。うん、美味しいわ。ね、カボスかな、かな、うん、あらかじめね、と絞っといて。すごい。今のチームで俺さ、絶対喋らない。それを橋根君が。すごい味変みたいなもんで、飲みっぷりすごいね、なんかね、すごいスルスル入るね。ハスムシ店によって全然違うよね、うん、うんうん、このはね、どんなのか、加賀蓮根、加賀蓮根、エビが入ってる、うん、エビがちょっと奥の方だけど、ちょっと食べてみたいと思います。いただきます。はい、ふわふわで、すごいシンプルだね、うん、めっちゃ美味しい。間違ってそうじゃないと思う。古風かな。あ、それっぽい。ね。次でいいし、ビジネスもでいいし。上品だね。俺がしょっちゅうくらちゃんに言う。
今季節の香箱ガニ、うんうん、あのてんこ盛り入ったやつ、あれ美味しかったですね。あの小ぶりなんだけども、うん、すごく味が濃厚で、うん、とっても美味しかったね。美味しかったね、うん、であとハス蒸し、ハス蒸しもう2人はドツボにはまるね。そうで、あの加賀レンコンっていうのがなんか普通のレンコンよりもすっごい粘りが強いらしく、うんね、あなんかつなぎがなく、うん、そのままで固まるらしいんですよ ね今日のところはとにかくこう多分はそんなに混ぜてないね。そうです ね結構ザラッとした感じ、ザラッとした感じでめちゃくちゃ美味しかったです。美味しかった、はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。